ちょっと面白かったですね、一生懸命でした。はい、可愛らしいですね。無事に2組のネタが終わりました。はい、さあ皆さん大変長らくお待たせしました。第2回東宝 M1 グランプリ頂点に輝くのはどのコンビなんでしょうか。最終審査発表です。はい、では審査員の皆さん、一番面白いと思った1組のボタンを押してください。参りましょう。どうぞ。ファイナルジャッジ。さあ一体誰が優勝するのか。さあどうぞ。ヤクモチェン、ホーライテリオ、ホーライテリオ、ヤクモチェン。おお、同点です。ということは決まりました。第2回東宝 M1 グランプリファーストステージ1位通過のヤクモチェンの優勝です。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞステージの方へ。どうぞ前の方へどうぞ。おお、猫ちゃんたちもステージに上がってきました。審査員の皆さんもこちらへどうぞ。はい、表彰式です。それでは表彰式に移りたいと思います。まずは大会委員長家田直樹さんより優勝トロフィーの授与です。おめでとう。ありがとうございます。続きまして優勝商品の人間の里10万石の権利書の授与です。人間の里10万石が四季駅様代行小野塚小町さんより手渡されます。おめでとうございます。ありがとうございます。10万石です。さあ改めておめでとうございます。いかがですか、ランさん。はい、本当に嬉しいですね。優勝できたのはこの子のおかげです。はい、よく頑張りました。チェンさんいかがですか。私ね、いつもこの子たちにバカにされててね、このままじゃ嫌だから見返そうと思ってね、M1 に出るって言ったの。でもみんなから絶対無理って笑われバカにされたけど、最後は見に来てくれて頑張んなきゃって思ったけど、セリフ間違えるしマイクは倒すし、やっぱり私には無理なんだって思ってた。でもラー様がね、チェンならできるって言ってくれてね、すごく嬉しかった。いや本当に頑張りました。チェン、みなこの子たちの目を、あなたを立派な主人と認めたみたいだよ。よかったね。みんなありがとう。チェン。はい、ゆかり様。今回はお笑いという分野の協会に精神を広げることができるかを試した。あなたはほんの一瞬それに成功した。はい。お笑いに限らず全ての物事に言えることだけど、目に見えるものだけを探求していくだけでは物事の本質は見えてこない。目に見えないあらゆる可能性を追求することこそ真の探求よ。複雑に見えて単純、それがこの世界の真実。それが分かった時にあなたにヤクモの精を与えましょう。はい、ありがとうございます。それとラン。はい。終わったら人間を一人捕まえてきて。はい。出た。いいこと言ってると思ったらこれですからね。はい、本当によく頑張りました。改めておめでとうございます。ランさんとチェンさんにもう一度盛大な拍手をお願いします。いやー、他の審査員の皆さんいかがでしたか。アキューさん、いやー、今日出た方本当に皆さんネタ作り、まあ、今日までの努力にすごく感動しました。はい、小町さんは、しばらく話すネタにつきませんね。よかったです。はい、ではフランドールさんは、この壁には目がないんだろう。フランちゃん、もう帰ろう。待って、このままじゃこの結界だけ破壊できない程度の能力になっちゃうじゃない。おー、フランドール節が炸裂中ですよこれ。まあいいでしょう。いやー、それにしても感動しましたね。最高でした。はい。おおよそ感動とは程遠い方が目覚めたようです。エイリン、あれ、ここはどうしたのかしら。私ちょっと気絶してたんですよ。そうなの。負けてしまいました。え、十万石はダメでしたね。そう、それもこれもボコ。え、あれ、私何してたんだっけ。お前が邪魔してくれたおかげで負けちゃったじゃない。あ、かぐやてめえ、フリートだよ。そう、何度も同じでは食わないよ。パレードはせい。何の、わーい、私も混ぜて。スタートはい、この3人は永遠に救いようがないですね。ケイネさん、コーリンドーさん、私も我慢できない、あとお願いします。かぐや来い。もうやめたいですこの仕事。もう体がいくつあっても足りない。もう無視していいですかね、エイリンさん。はい、もう好きなようにやらせてあげてください。わかりました。ではそろそろ締めましょう。皆さんいいですか。はい。
い、はい、第2回東方 M1 グランプリ優勝はヤクモチェンでした。第3回で会いましょうってあるんですかね。はい、ではそれでは皆さんさようなら。何よフラン。お姉ちゃんたち死なないんだって。何よこのカイドウは、薄気味悪いわね。フラン、敵はモコウとケーネよ。こいつらね。何よ。パーフェクトフリー、パーフェクトフリー。私じゃなくてモコウを凍らせなさい。ん、ダイヤモンドブリザード。ひらたり、翻訳転写。